まあ普通に155ウルティマかな、さすがに。安いのよな、なんといってもこの銃は。サプつけます、つけますよサプレ。さあ俺はね、7ミリバックショット派なんだよな。普通の古来から伝わる職人の7ミリ。まあ今シーズンはクレシェット変えるし、ちょっと使ってみるか。あんま好きくないけど。クレシェットの強みは、ショットガンが弱い距離である密着が強いだね。近距離と密着。皆さんにセットアップのコツを、必勝法をお伝えしましょう。セットアップはこうすれば終わる。うわぁ、微妙なスポーン来たな。ここね、ちょっと必勝法できないわ。うるせえな、このヘッドセット。電気つけた意味は、まあ、自分が帰る可能性があるからですね。普通にこれ普通にね、全然験担ぎとかじゃないよ。まあ、PMC カルマを上げていくのもいいですね。レバーを上げて。で、まず、ここで、寮の中に行く人、二流です。しっかり、勝てる戦いを制していくのが、セットアッパー。レアムビュッツィ！これが7ミリの力。すいません、これクレシェットです。たま。来ました。山本流セットアップ術、この辺の森に潜む、これ最強です。でっか、鳥の音。いや、そう、俺ね、2シーズン前ぐらいからこのやり方に落ち着いた。ここがね、一番いいから。え、芋じゃないんですけど、パルチザンさんはセーフって言ってるんですけど、まあ、どこだったかな。テーポシュあるんだよな、ちゃんと。あ、ここかな、ここ。上からも見られてる。あ、ここだ、ここだ。あ、落ち着くわ、ここ。これで、ここでもう撃ったら逃げらんないから、相手。寮行った方が早いべ。これね、全然違います。寮行くのはね、運ゲーだから、正直。この装備で。撃ち合いするとか、上手いとか下手とかじゃない。令和の若者です。タイパ悪くないですか？いや、これね、意外とそうでもなくて、寮突っ込むのって1キル取れるか取れないかなの。まあ、焦んなって。落ち着けって。きたー！着任しました。クレシェットやっぱ微妙だな。この狩り場はもう使えない。汚れちまったよ、水が。やべ、クレシェット弱っ。一発で死なないってマジ弱いわ。やっぱダメだ、頭一発で死なないって。頭1個に対してマジで弱いってことだからな。エイム弱くてもね、バックショットでいいよ。
むしろエイムが弱いやつこそバックショットだね。プレイヤーじゃね今の。やったか。お、死んでね。よーし。2球ですか。何 SVD のやつやられたか。何こいつやるな。確実にタスクを進めるという意思を感じる。2キルですよ皆さん。やっぱ7ミリに変えるか、フレシットじゃなくて。やっぱ7ミリっしょ。いやこれね、分かった。あだるー、砕け散った。これ弱点を消すわ、二刀流によって。1本だから全体用の7ミリなんだけど、2本なら。いやー焚き火脇で頼む。おい、なんだよこれ。なんですかこれ。いやーこれえぐいなー。必勝法は誰にでも使える技だからこそ必勝法と言われている。ビビった。驚いたね坊や。今の格好で。マジか、今の格好でプレイヤー。あいつ油断してんの。あいつ俺がショットガンだと思ってます。そこをつく。やべ、嘘でしょ。これよし。いねっ、しまった、待って待って、うん、下いか、
うわ、変えられたな。違う、間に合うか。うおゴミか。行くべ。いるいるいる。多くね？ワンショット、ワンキル。やつがむしろ生きてたんだ。あ、AR も落としてたけど、そいつら普通に死んだのか。やったか？やったか？やってない。まずい。やってないな、まずい。これがセットアップ必勝法だ。わかったか、お前ら。ひたすらひたすら、しゃがんでしゃがんでゆっくり待って。フレシェットでもいいし、7ミリでもいい。相手にぶち込むだけ。3キルなんすわ。え、どこだ？ SVD のやつ殺してた俺。あ、じゃあパイプのやつか。パイプのパイプのとこで伏せたやつ狙撃で多分殺したんだ。うわー、いいじゃん。やっぱ二刀流だね、時代は。やっぱ二刀流だわ。きたー！やっぱ二刀流だわ。一発一発ね、手で込めると強くなる。まあでも、いいや、終わったから。それな、あいつに俺のセットアップの一式装備を渡した。お前にこのショットガンを預ける。このウシャンカを預ける。